問題って、どうせ、この政治。で、これは、理解されてるっていうか、理解されてるっていうのは、丸山さん的に理解っていうのが、こう、我々は、これ道徳と政治の理解の前提にあるわけですけど、丸山さんは、やっぱり道徳と政治の連続性というのが、道徳性の連続性と全体的な、政治あるいは政治と道徳の捉え方だというふうに、ご存じにしてます。全体的で、この間も道徳性をこう切断するというか、道徳は道徳、政治は政治にする、これを切っていく、これが近代の、近代的な真のあり方というのは、道徳的領域と政治的領域は別にしてます。で、丸山さんはこれを公と私という、これを公的な世界、これを私的な世界というふうに、していく、これが近代の捉え方だというふうにしていく。で、道徳と政治の連続性が全近代的なシーンであって、これは端的に、これは朱子学に表現されているような、朱子学に表現されているような政治道徳的なシーンのあり方なんだというふうにするわけですね。で、この連続性っていうのは端的には大学というテキストに出身生活遅刻閉店家という有名な、言葉で言われてるわけですが、これは普通下から終身生活遅刻閉店というこっちから思います。学的な意味ではこれが一番大事なので、これを、ここから引っ張ったのはここにあるんですね。身を納めて家を整え、身を納めれば家は整える、家は整えば国は治まる、国は治まる天下平らならないというふうに、究極的な目標はこう平天下という天下を平らかにする、天下の平らにすることには国を治めなければ、国が治まれば治めるためには家が、それと家が整わなければならない、家を整えるためにはまず我が身を治めなければならないという、まあ、なんでこう終身からね、だから終身生活、こういう終身生活遅刻閉店かというふうに読んでいますね。ついでに言うと、この、じゃあ、身を納めることの、前提が、じゃあどうしたら身を納まるのかという。これ、どうしたら身を納まるかというと、この修士の前提があるんですね、心を正しくする、心を正しくするのは意を誠にする、知を致す、そして最後覚悟作る、精神誠意知事覚悟作る、これが
この修士の前提なんですね。だから身を治めるためには心を正しくしなければならないという、こと。でこれを大学の八条目で、これが有名な、大学の八条目。八条目という。で、まあ、でこの朱子学っていうのは、朱子学も政治学も道徳学も基本的な、この大学の八条目の解釈みたいなもので、要するに朱子学っていうのは、政治学も道徳学も基本的にはこれの解釈からなってるというかね、これ平定化。天下を平らかにする企業的な目標をどうやって達成したのか、根本的な終始に達成したのかという。で、その終始の前提を精神性に近くで、朱子学的な特色は、もう一番最後の金属に、ここにあるんですね。でこの知的核物というのを一体どう読むのか、特に核物っていうのを、これをどう読むのかっていうのは、問題で、この核物を朱子の場合は、物に至るというふうに、物に至るというふうに。で物に至るってのは何を意味するかっていうのは、物に至って、理を極めるという。理を極めるという。だから、核物脅威というふうに理解する。これは朱子学で有名なことで、核物脅威、物に至って理を極める。で核物の意味ってのは物に至って理を極めること。そうするとね、朱子学の場合は最終的な問題、定点になったら最終的な極めることで、それぞれの、言葉がですね、我々が直面するそれぞれの言葉のうちにどこに道理があるかを確かめることだ。最終的にこう、だから朱子学らしいのは、まさにこの解釈なんですね。最終的にはその事柄の動力をつかむ。で、そこから出発して、こう、さかのぼったところにいたのですね。で、だから、道徳と正義というのは、連続性というのは、まさにこれを言ってるんですね。まあ、もう、終身から出発して平定感に至るという。この道徳と政治の連続性を持って、朱子学を全近代的にとして、この朱子学を位置づける。まあ、だから、彼の、その道徳だろう。まあ、この世を治めるって、要するに世を治めて、ある世の中を正しくする、世を治めるというのは、端的にそれはどの問題なんだというふうに、要するに、おそらく丸ごと、ほとんど人生の場合、これ丸ごと道徳なんだよね、これ。で、世を治めるというのは根本的にはもう、で、それに対するのが、これ、政治っていうのは、兄さんの場合は、単なる法令主義というか、単なる法令的なものとして、こう政治を法令的なものとして見てて、法令的な政治は世を治まることないんだと。世を治まるのは根本的な道徳なんだという、兄さんが言ってるのは、一種の丸ごと道徳主義みたいなことを言ってるんであって、丸山さんが、政治と道徳の連続性という意味での、こういう朱子学的な政治道徳論というものを人生が言ってるんではないだろうというふうに、まあ、思いますけれども。だから丸山さんはその政治と道、だから近代的な詩っていうのは、この
ソーセージの、まあ、を分離するとか、でそこにあの連続がある。で、政治と、道具の連続性を断ち切っていく。で、断ち切る場合、これはそういう問題ですね。マリアさんはこれを公募しないように断ち切るんですよね、これ。それがやっぱりマリアソンの近代史的な政治学といったら言えんだろうけど、これを公私概念で、これを断ち切っていく、断ち切るんですね。だからそうすると道徳なら私の病気ね、近年だから、あの一種の内面性っていうか内面的道徳ですね、内面的道徳も私性という。だから、性というのはこう 内面にこう介入しないでいる。内面の自立というようなものが言われてくる。ね、そういう、で、こう、性を公とし、だから公私の、公と私の分裂、だから性と道徳の分裂を公私の分裂として捉えて、分岐として捉えているわけですね。で、公的領域の性と、まさに、個の自由とのまさに個の自由がこう私領域の自由として成立できていくそういうそれをあの解いていく、でこれが我々の政治学の問題ですね。これだから政治と道徳の分裂を公私の分裂として解いていくという。でやったのがソライナという解釈を、彼は無理やから、こんなこと全然、こんなことは何もよソライナ言ってるわけないですね。これは、これは何言ったのかな、どういう形で言ったのかな、アコーブシカンの、ソライナの中世論って言ったのかな。これは、政治投資が非常に無理をしていると、これは論証的に近世の現実化を導くことは全然できない。で、私はここら辺の捉え方は、これは福田幸氏だと。福田幸氏は完全にこう捉えた。文明論が解釈で言っているのは、こう捉えた。で、これを儒教、こっちを儒教としている。これを儒教。で儒教はこれを全面にしているという、でこれを儒教としてだから内面的な徳の世界、これを内面的な徳の世界から近代的な外に向かった知の世界へと、知恵と内面というのは遠くから知恵と、遠くから知恵、近代的な文明で、内面の徳の重視から外面的な知の重視へと向かう必要があるんだと、それが近代文明のあり方なんだということは文明の大事で説いてですね。でだからこれもどうも僕は松さんの日本政治思想史の理解はね、ソライというよりは福田幸氏だって、福田幸氏をソライに預けちゃってるという、かぶして理解して、基本的には僕、マネの中のほとんど福田から彼の政治学の政治学の立場というのは、福田論から聞いてるという感じがしますけど、まあ、それは余計な、今日話した余計な問題ですけど。だけどね、こういうことはあるとね、我々専門の人間ってのはね、やっぱりあれは、ある、やっぱり、理解の枠付けができちゃってるからね、それを正していく必要が、多くの人が持ってるわけもあれば、丸山によって理解された枠付けは持ってますからね、これこういう問題を言ってね。というわけで。
ね、第二十四条、ある人行進っていいって言うよ。何の祭りごとをなさざると、星の岩、書に岩、これ、こうか、これこうなり、経験優雅、優勢に施すと、これ、また祭りごとをなすなり、何度それ祭りごと。これ、この間、僕はツイッターで書いたときに、こう、書きましたけれども、これはですね、あの訳の方を読みますと、ある人が孔子に訪ねていった、先生は孔子はどうして官に出て祭りと政治を行われないのですか。孔子はそれに答えて言われた。で、諸教というのは、諸教の文章というのは孔を称える、これこそ孔なんかな、経典ともこうよく結びついては祭りごとにも及ぶという、というあの諸教の文章を引いて、孔子は答えられる。でこれもまた政治を行うことである、どうして官に出てする政治だけという文章ですね。でで仲介を言うことどの抵抗の書に孔子は使えなかった。それゆえある人が孔子を士官にして政治をしないことを疑い質問したのである。で宗教の文は今の古文尚書の文鎮編にあるが、孔子とは違って、この孔子の文章とは論語の文章とは違っている。で人才はむしろ論語の文章の方が正しいという。で、古文書のにはこうかな、あ、これ、こうか、これこうなりという、最初のこうかっていうその部分が抜けているけれども、この論語に書かれている部分の方がこれ、こうか、これこうなりとはこうを称える言葉である。諸教の文章が言って文が言うのは、ここによく使えるのは経典の中に、その教えを及ぼせば政治にも至るということである。孔子はこれを引いて、ここによく使え、経典とよく交わることもまた政治をすることである、必ずしも位を得てすることだけは政治ではないと答えたのである。これはもう人材からすれば、これ両方開いてるわけじゃないんですよね。これは人体的時代、近世という社会、これは死だし、こっちは本当に野人が簡単に民になっちゃうわけですから、人さんはここから理解していっちゃうわけですね。同じ時代には同じ時代じゃない。人さんの場合は野人は民ですから ね。そうするとここではかなりこれ人さんの捉え方は違う。でこれというのは、単に出て武士たちが政治をすることと、やにいて民が、じいさんは家で学問をし、そして親兄弟に仕えることが、これは同じだというふうに、天下を治めることでは同じだということを、じいさんが言うことになるんです、忍者の場合はね。だから、そうすると、これはすごい、僕はすごいことだというふうにここで書いてますけど、これはすごいこと、どういうことなんだ。これは天下を平らかにするという上で、天下を安定させるという意味では同じ意味を持つ。官に出て祭りを申すことと、家に出て、皇帝中心を行うことと、これは同じ意味だということを言うことになってしまうんですね。で、タイのところ、父母への子と経験の友愛とは人の善行で、それを褒めないものはない、これに従わないものはない。この心を持って我が身に向かえば、宮は収まり、人に対しては人間は収まり、家も国も天下もこの心を持ってすれば収まらないことはない。
家にいて絵画を高級する女は常に世に出てなすべきことを成し得ないことを嘆いたりする。だが家にあってよく治めるゆえに、よく治めるゆえに政治は官に委ねることはできることを人は知らない。どうして官にいて政治をしないことを不満に思ったりすることがあろうか。君主が国におれば国の指定はその教えに従って皇帝中心の一つも、君主は所賛する無駄食いはする。ここら辺はだから、もう一度言葉はさっき言ったようにこれ全部その時代の次第法を前提にして言ってるわけですね。君主と言ってるのは、君主は所賛で無駄食いはしないというのはこれよりたいなることだと。家にて学に励み皇帝に勤める者と官にいて政治をする政治をなす者と異なるものではない。だからこの章の読み方はですね、だから人才からすれば私コメントに書いたように、恐らく人才は孔子の言葉を今日この市政の学者だね、俺の立場で読み切っているように私は思います。まあ、家にいて家業して学に励み皇帝中心に勤める者と官にいて政治を行う者と異なることはない、天下を安らかにすることの上において、それは異なる、そういうふうに読む意味合いは強いという私は思います。多分人さん自身はそう思ったんだろうと思いますね。だから人さんが、こう家にして小木堂という塾を開き、でそこで、儒学を講じ、同時にこう皇帝中心という日曜道府を治めること、幕府に出て官に出て使える政治と、根本的には同じ、意味合いを持つと。天下を休んで平らかにする上で同じ意味合いを持つというふうに実は信じていたんだろうというふうに思います。これはだと思いますけどこれはこのくらいの重さを自分の学問というのに持たなくちゃいけないと思ったりはしますけど、だからそれは大変だけど、しかしだけど根本的には僕はまた話し合っておりますけど、文学者は文学者であるっていうか一つの小説を書こうと、政治家の根幹はもう3から占める、政治にまだ、今の政治にこうするような重さを持った小説を書くべきだという小説家、ね、文学者がね、やっぱり、なんか社会のアンティックから旗を振ったりするのが文学者の役割じゃないという、ちょっと僕は誰なんだって言ってるか分かるけど、僕は最近、だから本当に九条の会、九条の会というふうに、またそれに名を連ねて、九条の会に名を連ねて、僕は全部断ってんだけど、それは間違ってるっていう、ああいう間違ってるっていう、ああいうのはね、文化人が旗を振るんじゃないよね。文化人が旗を振ったら文化運動しか生まれてこない、そこから生まれてくるのは。だから文化人から公式がやるべきことは一つの小説だったんだよね。徹底的に政治を真剣に楽しめるようなはるかに意味がね、旗を振るよりは出たんだ。そういうことを考えさせられる。